吉本クリエイティブエージェンシーに所属し、バラエティ番組の司会などで活躍している人気お笑いコンビ、ダウンタウン。そんなダウンタウンの松本人志が M1 の審査員を断った時の理由を語り、話題になっているという。ダウンタウン、松本人志が31日放送のフジテレビ、ワイドナショー、日曜、1100で、過去に1回だけ M1 グランプリの審査員を断ったことを明かした。番組でライバル番組出演の話題から転じ、司会の東野幸治が、こう見えて松本さんが一番律儀、と話すと、松本は、俺は浜田の裏は絶対出えへん、と明かした。続けて、一回、M1 の審査員も出えへんかった時あんのよ。浜田が裏や、ジャンクスポーツ、いや、と説明。2001年の初回から審査員を務めていた M1 を一回抜けた2004年のこととみられる。松本は、俺が M1 の裏番組が浜田の番組だと。見つけてんで、それで会社に言うてん。いやこれは、コンビで裏表はあかん、と。会社でマネジャーに言うて、M1 の審査員辞めたことある、といきさつを明かし、浜田は一切、考えてないけどね、と笑わせていた。